はい、皆さんこんにちは。本日は久々の料理ということで、キノコ好きにおすすめイタリアンのボスカイオーラを作っていきたいと思います。まあボスカイオーラっていうのはキノコたっぷりのトマトソースのパスタなんですけど、ボスコはイタリア語で森、ボスカイオーラ、キコリ、まあ、キコリ風のパスタとも言われるんですよね。でもこのボスカイオーラっていうのは昔からイタリアのキコリが作っていたパスタらしいんですよね。名前の由来はそこから来てるみたいです。はい、まずは本日使う野菜から。上から新潟のなめこ、青森のニンニク、福島の玉ねぎ、下は栃木のパセリ、茨城のしめじ、茨城のマッシュルーム、東北ラインと北関東ラインの二分線、最後に埼玉県のトマトで作ったトマトソース。温めたフライパンにオーリオを一回し、そこにアーリオを2かけ、アーリオオーリオを作っていきます。続いてパンチェッタ、パスタソースに豚肉の旨味を出していきます。今回使うベーコンはパンチェッタで、まあグランチャーレでもよかったんですけど、パンチェッタの方が豚肉の本来の旨味っていうのが出せるん で、今回はパンチェッタにしました。はい、パンチェッタを炒めていきます。ここで大事なのは、パンチェッタはカリカリにするけどアーリオは焦げちゃダメなんですよね。なんか矛盾してそうなことをやっていくんですけど、まあ難しい方は別々に炒めてもいいと思います。続いてチポラ半玉を輪切りにしたものを入れていきます。だいたい10分ぐらい、ちょっと柔らかくなるかなぐらいまでで炒めたら大丈夫です。はい、これぐらい玉ねぎがしんなりしたら大丈夫だと思います。続きましてフンギを入れてさっと火を通します。今回なめこを初めて買ったんですけど、もう粘りが超やばかった。味付けでブラックペッパー、ヒマラヤ、ピンク岩塩、ワインビネガー。あのヒマラヤピンク岩塩はあのトマトソースの方にも結構入れてるんで、もう少々でいいです。軽く炒めてこんな感じ。自家製トマソー、まあ自家製油でもただトマトを炒めて塩をちょろっと入れてるだけなんですけどね。一煮立ちさせればボスカイオーラソースの完成。続いてパスタ、本日使うパスタはこちら、濃いパスタソースにおすすめファルファッレ。形は蝶ネクタイとか蝶々みたいな感じで中がシュッてなってるんですよね。でこのくぼんだとこにソースが溜まってね、ソースとよく絡むって言われてます。普通のパスタより長め、11分ぐらい茹でました。熱々のボスカイオーラソースに湯がいたファルファッレを入れて軽く絡めれば完成です。で熱々でめっちゃ美味しそうなんですけど、この段階で実はまだ味はイーシャンテンなんですよね。最後の仕上げをしていきます。まあ、僕が思うパスタに合う一番のチーズはやっぱりパルメジャーノ・レッジャーノと思うんですよね。あのイタリアでいうとこ あのチーズの王様。水分はすごい少ないんですけど、チーズの旨味がね、もうめっちゃぎっしり詰まって美味しいです。あの薄く切ってフルーツとかにあえても美味しいですよね。なんていうか、木こりの風味がしますね。キノコの旨味がいっぱい詰まりすぎて、もう山の神に感謝。うまい。パルメジャーノ・レッジャーノがまたね、いいコクを出してますね。本日はこちらでいかせてください。インドの青鬼、前もご紹介したと思うんですけど、これめっちゃいい苦味です。8対2乾杯。
苦味がうまい。いい苦味、いい苦味。パンチェッタもあんまり入れなかったんですけどね、油の中にしっかり旨味が出てますね。このボスカイオーラはパスタに絡めるのもいいんですけど、鮭のムニエルなんかにね、乗せるのもおすすめです。うまいっす。はい、7対3。ビールとのマッチング最高ビー。最後まで美味しくいただきました。ごちそうさまです。こちらのビールは編集しながら楽しんでいきます。それでは次回もまた見てね。グッバイ。